レースを編む女は、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェールメールが1669年から1670年頃に描いた絵画。キャンバスに油彩で描かれた作品で、パリのルーブル美術館が所蔵している。黄色のショールを羽織った若い女性が左手に二つの糸巻きを持ち、枕にレース編みをしている様子を描いた作品である。フェルメールの絵画としては最も小さな作品だが、 様々な点において、フェルメールの作品中最も抽象的で、独特の作品であると言われている。背景は、白一式の壁で、これは主題である中央部分だけに干渉者の視線を集めるためだと考えられている。天文学者や地理学者と同じく、フェルメールがレースを編む女を描くにあたって、入念な下準備をしていたことは、間違いない。この作品には、 レース編みの制作過程が極めて正確に描写されている。レースを編む女カスパール・ネッチェル・ウォレスコレクション女性一人が作業している性筆な構成はフェルメールのレースを編む女と共通している。しかしながら、ネッチェルの作品には性的な含意がほのめかされている。この作品の構成を決めるにあたって、フェルメールはおそらくカメラオブスクラを使用している。 光学装置の使用による典型的な表現を前景の滲んだような描写に見て取ることができる。前景以外にも画面全体がぼやけたような表現で描かれており、フェルメールがバロック期のオランダ絵画にはほとんど見られない被写界深度を描写する技法を身につけていたことが伺える作品である。レースを編む女でフェルメールは女性の顔や身体、道具や布地など様々なものを 抽象的な作風で描いている。女性の両手、カールした髪型、目と鼻が形作る、T 字などの抽象的作風は、フェルメールが活動していた時代の他の絵画にはほとんど存在していない。さらに画面左の青いソーイングクッションからは、あたかも液体であるかのように描かれた赤と白の糸がこぼれ落ちている。これらの糸のぼやけた輪郭線は女性が手にする。 精密に描かれたレース糸の鮮明さと交代称をなしている。フェルメールのレースを編む女はほぼ同年代のオランダ人画家カスパル・ネッチェルが1662年に描いた同名の作品レースを編む女と比較されることがある。しかしながら両作品が持つ雰囲気はかなり異なっている。ネッチェルの作品に描かれている床に転がる靴と貝殻は どちらも性的な出来事を暗示する。さらに放り出された靴は女性のものには見えず、このことからも性的なニュアンスが隠されていると考えられている。美術史家ローレンス・ゴーイングはフェルメールの技術はすでに完成されている。これ以上進展する余地はなく、さらなる普遍的様式も存在しない。フェルメールの時代は宝石のように魅力ある、多種多様なセンスを我々にもたらしてくれた。 それまでの時代には、鉱脈で眠りについていたものが、今や日の元にさらされ活用される時を待っている。レースを編む女は、唯一無二で、他の作品のなど想像もできない。完璧で、唯一の定義とすら言える作品であるとしている。ありがとうございます。